君たちバグの存在を知ってから宇宙からのインスピレーションが降ってきてさ、一気に出来上がっちゃったよ。お気に入り。君たちを処分し終えることで真の意味で完成するわけ。リドゥにあだなすバグを倒した僕の新作さ。いやー、また人気出ちゃうな。いやいや、無理でしょ。あんな子供騙しで騙される客ばっかじゃないって。なめんなよ。誰君、ただの凡人から何言われたって刺さんないんだけど。まあ仕方ないね。僕のアートを楽しめるレベルにいないだけだよ。ああ、かわいそうかわいそう。人生9割損してるね。返答が予想通りすぎるぜ。適当やってアートって言葉を盾に理解できない方が悪いってか。鬼人変人ぶってりゃ評価から逃れられんだから楽なもんだよな。うわきつー。のとぎんいつもあんなの？ううん、いつも本当に優しい子だよ。何か許せないものがあるんだろうね。口喧嘩上手だねお兄さん。ちょっとムカッときた。君がなんて言おうと僕は奇才で天才だと世間に認められてる。君みたいなアンチがなんて言おうと、はるかに多くの人間が僕を支持している。女の子にもモテモテ、何不自由ない。その点君は何？現実でも後悔まみれ、夢の世界のはずのリドゥでも不満たらたら。それ以上何か語る必要ある？最高の気分なんだけど。ま、最高だわな、ソラ。現実じゃいっぱい理不尽なことがあってさ、やってられないことばっかりあんだけどさ、それでも生きるしかないからさ、みんな必死に抗ってんだわ。うん。安全で無条件に自分を肯定してくれる人間周りに集めて、無様でも必死に生きている人間にマウント取って見下してやがる。それでも他人に否定されるのが怖くて、アートだの宇宙人だので散々予防線張ってんだろ。とんだ裸の王様だ。黙れよ。こんなとこに来てるんだ。お前らだって変わらねえだろ。自分のこと棚にあげて偉そうな口聞くんじゃねえ。お前らがリルー使ってうまいこと甘い汁吸えなかったからうだうだ文句言ってるだけだろうが。バカども、本物も偽物もわからねえんだよ。俺が偽物だろうと成功してる方が勝ちだ。お前の言ってることなんて全部負け犬の遠吠えなんだよ。そうかもしれないね。光栄に思いなよ。僕の個展をこんなにも近くで見られるんだからさ。笑わせんな。ただでも見たくねえよ。なんと言われてもリグレットの力で叶えた夢なんて認められない。それは正しい。しかし強者の理論だ。弱者には正しいだけの言葉は刺さらない。私は君たちのやっていることをちょいと分かりやすく伝えてやっただけだよ。決して嘘じゃない。強いて言うなら方便というやつさ。そうかな。私にはやっぱり嘘にしか聞こえないけど。いいよねあんた、ペラペラ嘘つけるくらい器用で。ニコ、やっぱあんたなんか様子が。あんたみたいな嘘つき見てるとイライラするんだよね。人生簡単そうで。おや、それなら心のままに嘘をつけばいいじゃないか。知というのは大方が悪才なりというしね。つきたくたってできない。だって何が正しくて間違ってるか私全然わかんない。
嘘をついてたら全部うまくいってたのかもしれないけどさ。でも正直に生きろってみんな言ってたじゃん。言ってること違うじゃん。正直に生きてたらダメなんて、そんなのおかしいよ。ははん、君も道徳と倫理の被害者なのだね。わかる、わかるよ。まっすぐ生きていたって損するだけで誰も褒めてくれないもんね。道徳の世界は大半が悪意と嫉妬から成り立っているなんてことも言ったりするね。青春の苦しみだ。とても楽しいね。うるさい。私のこれは誰かに楽しまれるようなものじゃない。駒村さん、落ち着いてください。あの人の口車に乗せられてはダメです。マリエ会長のことだってそう。この間だって私、マリエ会長を殺してみんなが助かるならその方がいいって思った。それが正しいと思ったの。でもみんなは違って、違う道を選んだじゃん。私は間違ってるの？おかしいの？もうどうしたらいいかわかんない。一応言うけどさ、マリマリを切り捨てようとしたのは別にニコちゃんだけじゃなくね。だけど先輩はその後マリエ会長に向き合ってたじゃない。なんでそんな強くいられるの？ニコ、駒村さん、そのことについては私気にしていませんから。違う、マリエ会長がどう思うかじゃない。これは私の問題なんだ。私はみんなとは違う、あまりにも醜い、すごく惨めだ。なるほどね、大体状況は読めた。善良と不良、それ自体は相対的なもの。要は行動理念のプライオリティをどこに置くかという話なのさ。決断の重さに大した差はないよ。人の心、元より善悪がなし、なんていうくらいだしね。まあ個人的には、まっすぐ善良であることなんておすすめしないね。道徳や倫理を守っていたって、何の報酬もないんだから。おテント様に恥ずかしくない行動をとっていたところで、誰も褒めちゃくれないんだよ。だからね、得意点を殺すという判断をした君を私は肯定するよ。仲良しこよしの同調圧力に屈せず打ち勝った君は尊敬に値する。とても人間的だ。私は君が好きだよ。うるさいな。おや、さっきからあんたの言ってること何も刺さんない。上から目線で偉そうに知った風な口聞いてペラペラ喋ってさ、何様のつもり？どっかから借りてきたような言葉ばっか並べて、そんなのちっとも響かない。昔の人が何言ってたかなんて知らないよ。私はバカでも何でも一生懸命必死で頑張ってるんだ。この村さん、何も知らないあんたが他人の言葉借りて私を評価しないで。あんたなんか大嫌い。はあ、情緒不安定だね君。いいよ、受け止めてあげようじゃないか。見せてもらおうか、帰宅部の力というやつ。上から目線で偉そうに。俺の勝ちでいい？ああ、俺の負けだ。ああ、もう諦めが早いのも気に食わないんだよ。あんたの全部が全部鼻につく。大人になると自分の限界が分かってしまうのさ。
俺に彼女は治せない。俺が壊してしまったのに、動かない彼女の足が永遠に俺を責め続けるんだ。いつかお前にも同じような日が来る。自分の限界を知る日が来る。ああ、気に食わない。うるさいんだよ、凡人が。お前なんかと一緒にすんな。悲劇のヒーローぶって、自分に酔いやがって。俺はお前なんかと違う、天才だ。お前がダメなのは、大人が理由じゃない。お前がダメなのは、お前がダメだからでしかない。俺がそれを証明してやる。天才の俺が大人になって、もし医者になったら、彼女の足だって治せるに決まってる。マリエさん、あんたもだ。え？どいつもこいつも勝手に絶望しやがって。全員天才の俺が何とかしてやるから待ってろ。はい。リュート。なんだよ。ニヤニヤすんな。リュート君超かっこいいじゃん。そうね。情熱的で素敵だと思うわ。月島くんがそこまで熱い思いを抱えていたとは、見直しましたよ。うるさい。さっさと行くぞ。かっこ悪いな。俺は死ぬなよ、クソガキ。